お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、もうすぐね、20勝チャレンジが始まりますというわけでですね、そのおすすめデッキを紹介していきたいなと思いますので、多分この動画が上がってる時には、ちょっとね、数分前に開始されてると思うんですけど、これですね、ノーティルト20勝チャレンジで、これをクリアすれば、世界大会に出場できる権利を、もらうことができます。で、多分詳しくは、この概要欄、なんかニュースのところに多分あると思うんですけど、ぜひね、それを読んでみてください。で、世界大会優勝すれば500万かな。みんなもだから500万をゲットできるチャンスが今目の前にあります。というわけで、一緒に20勝チャレンジクリアしていきましょう。というわけで、今回ね、デッキを3つ準備しました。で、1つ目が、このね、遅延のババコヤのムートスケラですね。はい、これと、2つ目が、ババコヤのスキラなんですけど、デリバリープラス、ロリババが入ってる、枯渇に強いです。最近流行っていた枯渇に対して強くて、そしてスケドラではなく、ベビドラです。で、ここがベビな理由としては、まあ、スケドラだとラバとかバルーンとかには強くなるんですけど、こう、同じような対決になった時に、ベビの方が強いですね。ベビ対スケドラになった時に、ベビの方がほぼ、書くぐらいで勝ちます。残りますね、ユニットが。で、今こう、ラバデッキとか結構減ってて、まあラバに当たったところでデリバリーがあるんで別に戦えるんですけど、まあなんかそういった部分で総合的に今ベビの方が来てます。なんですけど、ベビではない、スケドラ型も一応ね、スケドラのババコヤロイクですね。なので、まあ僕、今回、まあ、全部ババコヤですね。とか今環境的にもうラバがいないんですよ。ラバルがいるかもしれないぐらいですね。なので、ラバルに僕言ったら全部弱いので、気持ち。まあ、勝てないことはないですね、どれも。なんですけど、なんで、ラバルもワンチャン強いかもと思うんですけど、結局やっぱ連動っていうのも大事なので、普段使い慣れてるデッキを使うっていうのもすごいね、大事になってくるんじゃないかなと、まあ、思うんですが、僕はね、この、まあ、このスケラーかな、ロフグもありだと、結構ありなんですけど、スケラーで最初やってクリアできなかったら、まあ、その後ロフグやろうかなと思って、ているあたりでございます。で、試合やっていこうと思うんですけど、こっちなんかトロ全然上がってなくて、対戦相手4900とかで、今あれですね、タワーレベルとかもちょっと格下にね、なっちゃうんですけど、格下堂ね、今日は、やっていきたいなと思います。なんかいろんな YouTuber 格上堂とかね、やってるじゃないですか。僕はね、もうそこあとはちょっと違うんですよね。格下堂ね。やっていくんですよ。まあ意味があるのかね、わかんないですけど、ただただこう、いじめみたいになっちゃうかもしれないんですけど、まあそう、今日はね、許してくださいというところで、やっていきたいと思います。で、なんでこの遅延のムート型なのって感じなんですけど、まず今、遅延スケラ系がちょっと強くて、てかまあ、ババコヤが強いんですよね、ババコヤ。まあ、なぜババコヤが強いっていうと、まあデリバリーがちょっと前から流行ってて、ラバープラスのディガーデッキがほぼいないんですよ。ラバは、ラバルプラスのディガーならたまにいるんですけど、ラバディガーっていう戦術自体がもう今ほぼいなくなってて、それによって、じゃああと陸しかいないよねっていう、いてもバルーンだよねっていうので、こう、ババコヤプラスの陸固めデッキっていうのがめちゃくちゃ流行ってますね。で、その中で、まあ、言ったらバルーンがこう唯一、こう、ババコヤメタと言いますか、ババコヤにじゃあ簡単に勝てるデッキって何なのってなった時に、バルーンなんですよね。で、じゃあそのバルーンにも勝てる、今、ロイジャイとか、言ったら陸が流行ってる。ジャイも流行ってますね。で、バルーンに勝てて、陸に勝てたらいいんじゃねっていうので、この遅延のババコヤですね。はい。なので、このムートの枠は、正直ムートのレベル僕低いよって方は、ナイトとか、言ったらバルキリーとか、そういうね、他の陸に変えてあげてもいいかなと。思うんですけど、まあ、ムートの方が、よりデッキパワーがありますというか、こう、自然にね、本だけでムートを勝手に落としてくれたりとか、あるので、あとはクロスとかね、にはよりムートとかの方が、スケラ自体クロスに相性良くないんですけど、ムートだと非常にね、勝ちやすくなるよと、言ったところで、ムートをおすすめするんですけど、ない方はナイトかな、アンパイは。ない方はアンパイナイトでいいと思いますね。さあ、というわけで、本当に申し訳ないですね。格下堂なんて別にやるつもりもないんですけど。もう、相手もね、いや、そんなユニレベル高いやつ、なんでここにいるんだよって思ってると思うんですけど、本当にごめんねと。まあ、言ったわけで、一つ目が、この遅延スケラですね。多分、ロイジャイとジャイとバルーンが多いだろう。で、
まあ、18勝、19勝とかに行くと、まあ、細かいね、枯渇とかクロスとかも多分現れてくるんですけど、まあ、そういうのにも結構戦えるなと、思ってます。で、このね、ナイトマスク型のクロス、これもね、まあ、言ったらメタですね。みんなが、流行のデッキを使うんですよ。スケドラのスケラとか、スケドラの何かとか。流行を使う流行メタですね。なので、まあ、20勝チャレンジ攻略のパターンとしては、まあ、一番強いデッキを使う。環境で一番強いデッキを使う。か、まあ、あと自分が一番得意なデッキを使う。か、パターン3としては、その環境をメタルっていう、まあ、言ったら3パターンかな。環境強いやつ、自分が得意なやつ、環境メタなやつっていうパターンだと思うんですけど、これは言っちゃえば、環境強くて環境をメタってます。まあ、環境をメタってるから環境強いっていう説はまああるんですけども、まあ言ったら、まだこれ同じデッキ同士になった時に相手スケドラ型だったりもするので、言っちゃえばまだね、このベビー型でやってる人っていうのは結構少ないと思うんですよ。なのでこれを今使うともう圧勝ですよね。こうなんでバレてないですね。僕の視聴者さんは今一歩リードしてますね。他の人たちより。みんなスケドラ型でやってるのに、俺ベビーなんだけどってなったら、こうぶつかった時に勝てちゃうんですよね。さあまあそういった部分でね、このスケラは結構おすすめですね。しかもデリバリーと、タルバ2枚あって、なんかね、思ってる以上に防衛力も高いですし、使いやすいですね、非常に。なので、超絶おすすめします。まあ遅延よりはこっちの方がちょっと使いやすい部分はありますね。まあでも僕は遅延、なんとなく遅延を使うんですけど。さあ、というわけで、まあ今回スケラかなというか、まあババコヤ3連投で、ババコヤ、ババコヤ、ババコヤでね、まあ30種とかも僕は意外と好きなので、30種デッキとかでもね、こう20種チャレンジいろんなデッキでね、今回チャレンジできたらいいなと思いますね。でも僕、めっちゃこのチャレンジ得意っていうわけではないので、そう、ほんと一回、なんか前も、いつかチャレンジも、一回、やべえ、一回もクリアできねえっていうので、もう残り数時間かな、池田翼、イケメンモデルのね、もうどこに欠点があるんだよっていうやついるじゃないですか、あの人と、池田翼とね、もう残り最終日に、もう残り8時間とか、残り7時間の時とかからずっとこう電話して、ギリね、もう残り数時間でクリア、みたいなね、こともあったんですけど、僕、20勝チャレンジ別にめっちゃ得意なわけではないんですけど、今回は謎の自信がありますね。はい。謎の自信がありますっていうのを、まあ、格下をね、こう、ボコボコにしながらね、言ってても、あんまね、って感じになるかもしれないんですけど、今回はね、マジで自信がありますね。さあ、とりあえず、これ、低めマスクでペッカを溶かし、マスクを延命して、これをスケラ打っても勝ちですね。ほんと、基本的にババカを置いて、相手がユニット出してきて、それをユニット合わせて、回収してカウンターでスケラ。をするだけで、基本的には楽にね、勝てますね。本当にそればっかですね。今、ジャイトからオイジェが流行ってるんで、その辺にはしっかり勝っていきたいよね、というのがあります。ゴレとかにもね、ババカ系は基本勝てるので、まあそこもでかいかなと思います。あとはマジでラバルに当たんないことを祈るのみ。まあラバルに当たっても、気合で勝てます。気合でね。はい。3回当たんなきゃいいんで、言ったら皆さんの運、そして僕の運もね、まあ試されるのが、この20勝チャレンジですね。本当に。言っちゃえば神相性20連チャン引いちゃえば余裕でクリアできるわけなんで、プロフィールのね、こう最大勝利数15とかをね、こう20にね、みんなぜひ繰り上げてね、こう、やっぱ型も大事なんでね、結局、型ですよね。大事。何言ってんだって感じですけど。よいしょ。さあ、まあそういったところでね、そろそろ、僕のね、隠したいじめ道も終わる頃かなと思います。いや、すげえな。こんなユニレベ引き相手とすることもめったにないので、なんかね、何とも言えない複雑な気持ちになっちゃいますね。あ、でも言うてなのかな？言うてじゃねえか。あの、バリキリ12とも十分強いですね。でも相手のエリゴレ、かわいそうでしたね。レベル10だったもん。まあ、20勝チャレンジも、もしかして運が良ければ、前半ね、タワーレベル8の人とかと当たるかもしれないですし。まあ、そういうところはね、でもなんかいろんな人たちがサブアカとかで20勝チャレンジ回りそうですよね。なんかタワーレベル8で12勝してみたみたいな。そんな動画ちょっと出せたら面白そうっていうのはあるんですけども、いや、
そういう人回らないでっていうね、思いが多分皆さんあると思いますね。本当に。一回12勝した人は、なんかサブアカとかでも12勝できないようにね、とか、まあ、それは意味ないか。なんかね、とか、があると、こういろんな人たちが12勝しやすくなるとは思うんですけど、まあ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 、それはね、まあしょうがないことかなと思います。やべえな、これ。なんか、普段、僕、格下、格上をね、相手に経験することはあったんですけど、こう格下相手にここまでね、てか格下とこんな試合することなんて今までなかったので、言っちゃえば。本当にね。僕、真逆の立場だったので、ね、トロフィーがまだこう、なんてインフレしてなかった時に、もう5800とかいったらすげえみたいな。6000なんかいねえっていう時に、こう頑張ってね。ユニットレベルちょっと低い中で頑張ってた時代がね、まああったんですけども。いやー、懐かしいですね。懐かしいけど逆っていうね、立場が。ごめんね。まあでも僕もこのね、骨ドラレベル1なので、言っちゃえば平等みたいなとこないのかなって、この骨ドラ1って、完全にザップぐらいで飛ぶんじゃねえっていう。まあザップではさすがに飛ばないから。ヤンナアメでは絶対飛ぶでしょ、こいつ。とりあえずなんか対応してほしいですね。このスケドラの活躍量見たい。さあ。いや、ガゴ2発で死なねえ。ガゴ3発で死なねえ。おお、待って。やば。ガゴ4発いんの？てかやべえ。なんならちょっとやばい。あ、でもここ、うまい感じのヒースピでね。うまい感じのヒースピでね。オッケーオッケーオッケー。思ってる以上にこのスケドラいらなかったですね。まあでもスケドラ言うてまだ強いんですよね。けど、全く同じデッキとかだった時にベビー型には勝てないっていうのがね、ちょっと現実ですね。はい、という感じでタワーを追っていく。いや、マジでこれやばい。スケドラ4発でガゴ倒せなかったからね。だから2体で2発ずつ、普段だったら2発で処理できるんですよ、多分一発一発でなんですけど、倍でも処理できなかった。多分これワンチャン負けるんじゃない？1、あ、でもタワーが殴ってんのか。おい、危ねえ。さあ、4発でギリ死ぬ？死なない？なんか分かりにくいね、非常に。まあ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 、あともうね、残り、てかもうすぐ始まりますね。この動画が4時半ぐらいに撮り始めて、まあ45分ぐらいだとして、もうすぐ動画始まりますね。いやー、5時ぴったりぐらいに出されて理想なんですけど、間に合わないですね。という部分もありきり。やばい。やばい。ちょっと待って。スケドラ、火吹け。火吹いてくれ、お前。ワンチャン？いや、かすってもねえな。かすってもねえな。よし。さあ。というところでね、皆さん、デッキはね、お決まりでしょうか。まあ、このロイフグも個人的にはめっちゃ強いと思うんですけど、まあ、ロイフグとかよりは、なんかデッキの使いやすさとかは多分スケラの方が高いのかな。やべえ、待って、やっちまった。やっちまったよ。しかもこのベビドラじゃねえ、スケドラ、かすり傷与えるだけなんですよね、これ。これやばくない？ちょっと待って、ワンチャン負けそう？ワンチャン負けそう、さすがに。さすがにやってるか。さすがにね。よし、よし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 。で、ボンバーがいるんだ。ボンバー、ボンバー、ボンバー。え、バルキリーもいる。え、ちょっと待って、ワンチャンやべえ。待って、やべえ。本当にやべえ、みんな。あっせ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 。これ、真ん中ジャイバルコンかな。真ん中に引きこないと逆に終わる。いや、違うんかい。今の絶対バルーンの流れじゃん。今の絶対バルーンの流れで、バルーン来ない、ロイフグ飛ばす。あ、なんか降ってきた。おい、来たー。これは止まんないんじゃない？いや、めっちゃいいザップ打つやんけ。めっちゃいいザップ打つやんけ。これ真ん中マスケで終わりそうですね。失敗したら負ける。ほい、ナイス、グッドゲーム。まあ、これはね、レベル差という感じなんですけど、まあ皆さんね、ぜひ、まあ、一番自分が得意なデッキか、一番環境で強いやつ、言っちゃえば他の YouTuber も紹介すると思うんですけど、まあ、個人的にはこれかな。今環境で一番強いやつ。で、まあ、それと張るのがこれだと思ってますね。なので、こういう環境トップを使うか、自分の得意を使うか、環境をメタルね、デッキを使うかですね。はい。なので、まあ、メタデッキもね、ちょっと紹介できるので、これですね、環境メタがこれか。環境が強いの。メタだから強いのか。
まあそんな感じですね。というわけで皆さんもね、日誌チャレンジ頑張っていきましょうというところで今日はね、終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。